アビゲール・フィルモアは、第14代アメリカ合衆国大統領夫人。第13代大統領ミラード・フィルモアの妻。身長5フィート6インチ。バッファローにあるアビゲール・フィルモアの母姫アビゲールは、1798年に、アメリカニューヨーク州サラトガ郡のスティルウォーターで生まれた。バプテスト教会の協約者であった父、レミュエル・パワーズと、 母のアビゲールニューランドパワーズとの間の子供であった。後に結婚するミラードの農場からそう遠くない、カユーガ群モラビアで育った。アビゲールが生まれて間もなく父、レミュエルが亡くなったため、母アビゲールは一家を伴って西部に移る。レミュエルの残した蔵書もあり、母アビゲールは、息子と娘を、西部開拓地域の一般的な水準まで、立派に教育を施すことができた。 1819年、アビゲールはニューホープで教師の職に就く。この時、教え子で最年長だった19歳の生徒がミラード・フィルモアであった。学問の世界とミラードの真面目な学習は、お互いを徐々に近づけさせ、次第に教師と生徒という関係に愛情が生まれていった。長い交際期間を経て、 1826年2月5日に二人は結婚した。アビゲールが27歳、ミラードは26歳の時であった。結婚式はアビゲールの兄であるジャッジ・パワーズの家で行われた。二人は新婚旅行にも行かずにニューヨーク州、エリー郡、イーストオーロラに新居を構えた。その後もアビゲールは長男を出産するまで教団に立ち続けており、 教育に対する修正の関心を伺うことができる。また、夫ミラードと共に本を好み、アビゲールは二人の書斎を設けるための手伝いも行った。1828年には、長男のミラード・パワーズ・フィルモアが、1832年には、長女のメアリー・アビゲール・フィルモアが生まれている。その後、一家は、ニューヨーク州バッファローに家を購入した。生活にも、 比較的ゆとりを得たアビゲールは、会議員の妻として様々なことを学ぶようになった。この頃には、名の知れた庭園の栽培も行っていたが、アビゲールが多く時間を割いていたのはやはり読書であった。1847年、夫がニューヨーク集会警官佐官に任命されたことに、伴い、一時的にオールバニーに移った。二人の子供は、寄宿学校と大学にいたため、 離れ離れとなった。1849年、ミラードが副大統領に就任したため、ワシントン DC に転居。しかし、その16ヶ月後、第12代大統領ザカリー・テイラーが在任中に、世を去り、一家はホワイトハウスに入ることとなる。ファーストレディとなったアビゲールであったが、夫のミラードが大統領の職にあった中でも、 後人の服務期間が終わった後でさえ、極めて控えめな生活であった。自らの健康不安を理由に、ファーストレディとしての公的な役回りの多くを、娘のアビーこと、メアリー・アビゲール・フィルモアに任せている。議会からの特別重当金により、ホワイトハウス2階のイエロー・オーバルルームに設けた、図書室のために本を選び配置することで満足した、時間を過ごした。 1853年に行われたフランクリン・ピアースの大統領就任式は屋外で行われたためアビゲールは風邪をひいてしまい翌日には熱を出してしまったさらに肺炎を発症させホワイトハウスを離れてからわずか26日後の1853年3月30日にワシントン DC のホテルで息を引き取った遺体は ニューヨーク州バッファローのフォレストローン共同墓地に埋葬されている。なお、ミラードはアビゲールの死から5年後の1858年2月10日にキャロライン・カーマイケル・マッキントッシュと再婚し、1874年に亡くなるまで夫婦であった。ありがとうございます。